はい、こんにちは、ゆうたです。今日はですね、インフラエンジニアの種類ですね。はい、これをちょっと話していきたいなと思います。はい。まあ、なんですかね、インフラエンジニアと言っても、まあ、その中でも結構なんか専門分野がいろいろあるのかなっていうふうには思っていて、まあ、それをちょっとね、並べてみました。はい。で、ちょっとそれぞれをですね、まあ、軽く説明していきたいと思います。はい。まあ、何かの、そうですね、まあ、今からインフラエンジニアというか、まあ、そっちの方面目指しているけれど、まあ、さらにね、その中で、まあ、こういうのがあるんだなっていう、まあ、そういう参考にでもなればなっていう感じですね。はい。で、まずね、種類的には、7種類かなっていうふうに僕思ってて、まあ、それぞれね、言ってきますね。まず、サーバーエンジニア、うん。データベースエンジニア。ネットワークエンジニア。カスタマーエンジニア。ストレージエンジニア、クラウドエンジニア、デブオプスエンジニア。うん。まあ、この7個かなっていうふうに思ってて、まあ、これをちょっとね、説明していきますね。はい。まずこのサーバーエンジニアですね。はい。これはその、結構一番インフラっていうと、まあ、こういう、ものを指すようなイメージがありますね。はい。で、まあ、主な具体的に何をするかというと、まあ、パッと思いつくのは、その Linux とかね、Windows とかのサーバーを、設計だったり、構築したりする人のことを言うのかなと思います。はい。なので、OS 作って、OS インストールして、その中、いろいろ、ミドルウェアとかをね、セットアップしていって、まあ、そのアプリケーションが動くようになったりだとか、まあ、その全体的なね、システムを作るための設定だったり、設計っていうのをやっていくっていうようなところかなと思いますね。はい。うん。だから、まあ、そうですね。一番人口は多い、ものなのかなと思いますし、まあ、多分僕はここあたりのあれなのかなっていうのはね、思ってますね。はい。うん。そうですね。うん。はい。っていう感じですかね。次ですね。はい。データベースエンジニア。はい。これは、まあ、いわゆるその DBA とか呼ばれたりしますよね。データベースアドミニストレーター。うん。まあ、呼び方とか別にどうでもいいと思うんですけど、まあ、つまりそのデータベースをね、専門に扱うっていう、まあ、そういうような、お仕事というか、まあ、そういう専門家的な方ですよね。なんか、DB 屋さんとか、オラクル屋さんとかなんか、行ったりしますよね。うん。まあ、オラクルとか、SQL サーバーとかかな。まあ、そういうのが専門で深い知識を身につけてると、まあ、こういうものにね、こういうものが、こういう仕事に、なったりっていうのがあると思います。はい。やっぱり結構、その、普通のミドルウェア、なんていうのかな。一般的なミドルウェアって言うとあれですけど、例えばなんだろうな。まあいろんな様々ですけど、オラクルとかってすごい深いですよね。うん。だから結構専門的な知識が必要だったりするので、まあこういうようなものがあると。で、特にオラクルとかはすごい単価が高いっていうのはね、よく聞きますよね。うん。まああんまいじれる人がいないからっていうのがあると思うし。うん。そうですね。オラクルね。はい。っていう感じかなと。思います。はい。次ですね。ネットワークエンジニア。はい。
まあ、これも書いてそのままなんですけど、ネットワークを専門に扱うようなエンジニアの方だったんですよね。うん。まあ、そのルーターだったりスイッチだったり、あとなんかリモートアクセス系の、ミドルウェア、VPN とかそういうやつ、とかを、まあ、主に扱うっていうのが具体的な仕事かなという感じですよね。うん。このネットワーク系の人は、この DB とか、オラクルとかと同じ、それよりレアなのか、オラクルってか、そうですね。うん。ごめんなさい、そう。データベースエンジニアぐらい結構レアキャラな人なのかなと思いますね。で、それなんでレアかというと、そのデータベースエンジニアの方もそうなんですけど、なんですか、そもそもでっかいプロジェクトじゃないと、この専門オラクルもそうだし、ネットワークもそうだし、でっかい規模じゃないと、その専門的な知識っていらないんですよね。うん。例えばネットワークで言うと、その中小とかのね、ちっちゃい規模のシステムだと、例えばサーバー1台、あるだけとかだと、別にネットワークそんな深い知識いらないですね。だったりするので、別にその、インフラをね、一人でやってる人とかはみんな作っちゃったりするんですけど、まあ、でっかいね、規模のシステムとかになると、もう、例えばなんだ、スイッチが何千台あって、サーバーが何千台みたいな。それちょっと言い過ぎたかもしれないですけど、まあ、とにかくね、規模が大きいと、それに対しての専門的な知識っていうのが、もちろん必要になるので、うん。まあそういう感じで、規模がそもそも大きい、その大規模 SI とかみたいなのじゃないと、こういう方々っていうのはあんまり活躍する場面っていうのはないのかなという感じかと思いますね。うん、はい。で、次、カスタマーエンジニア。うん。これはあれですね。なんていうのかな。この、こういう方じゃなくて、なんですか。この、プログラミングっていうか、こういう方じゃなくて、要は、なんか物理的な話ですよね。うん。サーバーをね、置いたり、設置したり、配線したり、そういう物理的な作業ですね。だったり、物理的な設計だったりをするっていう人が、まあ、こういう方々なのかと思います。うん。まあ、なんかサーバー配置するだけ、ネットワーク、配線するだけって聞くと、なんでそれ何でもできんじゃんと思うかもしれないんですけれども、実はそんなことなくて、あれも結構ね、なんか、ちゃんとあるんですよね。うん。で、例えば、サーバーラックってあって、それに対して、なんていうの、何でも入れればいいってもんでもなくて、例えばサーバーラックに流せる電圧っていうのが何百ワットまでって決まってて、それにね、なんていうか、うまいことその均等になるように、そのサーバーを分散したりだとか、例えば、こっちの、あれですね、その冗長性を考えて、例えばこのアプリケーションサーバーがラック1に入ってラック2に入っていると、でその2台で冗長性を、アプリケーションサーバーが2台あって、それじゃ冗長性をね持たせたサーバーだとすると、それがまあ両方ともまあ仮想サーバーで、仮想ホストの物理サーバーがあるとすると、うん、そうしたらラックのこの、なんですか、片方に、なんていうの、A ラック、B ラックがあったとして、A ラックにその物理マシンを1台、2台入れちゃったら、ここの、なんか送電というか、電源がストップしたら、両方とも落ちちゃいますね。うん。だから、こっちのラック A にも載せるし、ラック B にも載せるし、みたいな。まあ、そういう、なんていうのかな、その、単に置くだけとかじゃなくて、そのシステム全体を、の構成とか、そういう設計を考えて配置するっていう、
そういうのも必要だったりするんですよね。うん、っていうところで、まあ一応その専門職的な扱いというか、うん、まあそういう感じなのかなっていうふうには思いますね。はい。はい。ですね。うん。はい。で、次ですね。ストレージエンジニア。うん。これはもう、そのままなんですけど、ストレージですよね。ディスクとかを専門に扱ってる方々のこと。うん。だから、具体的なお仕事だと、まあなんか、ディスクパーテーションをなんか切り出したりとか、まあそういうお仕事なのかなと思ってて、僕、そのなんか隣でね、やってるのを見てたぐらいなので、あんま深いこと話せないんですけど、うん。これもそのでっかい大規模なシステム、大規模じゃなくてもある程度大きいシステムで、例えばオンプレミスで作るってなった時っていうのは、サーバー1台1台にそのディスク、ハードディスクですねっていうのを持たせないんですね。うん。でどうするかっていうと、ストレージ装置ですね、ストレージサーバーみたいなのが1台あって、そのサーバーっていうのは要はシンクラみたいな扱い、ディスクはそのなんていうの、ストレージに対してその3とか言ったっけな、光ファイバーでディスクをつないでるんですね。なので実際のサーバーのそのデータっていうのはその全てその、ストレージに全て集約されてるわけなんですね。50台サーバーがあったら50台とも全てそのストレージに集約してると。で、それをすることで、まあ、何がいいかというと、まあ、単純に管理がね楽になったりだとか、コスト削減だったり、冗長性だとかですね、レイドとか、そういうような観点から、まあ、ストレージ全てに集約するみたいなことをしてるわけなんですね。で、それサーバーをそれぞれもう一つの要はハードディスクに、いろんなサーバーのがこう入ってくるんで、それぞれねパーテーションとか、それぞれのその役割を持たせたりだとか、これが OS 用だった、これがバックアップ用だったみたいな、そういうのも、設計しつつ、なんていうかな、設計するそういうような人をよね、うん、これもなんか結構そうですね、割となんだろうな、普通にやってるとあんま触らないようなところ、まあ普通にそのサーバーを作ってたりしてもあんま意識しないような、その、物、そうなんていうのかな、意識しない層の仕事っていうか、そういう知識技術になるんで、まあ専門家の人がね結構それを、やりますよと、まあそういうことになったりしますね。うん、まあこれがまあそのストレージエンジニアの方々なのかなと思いますね。はい。で次ですね、クラウドエンジニア、はい。まあ、これも読んで字のごとくなんですけど、まあ、クラウドを主な、その、専門分野みたいな感じの人ですよね。うん。まあ、なんで AWS とか Azure、GCP、まあ、そういうようなものの、技術を詳しい方々ですよね。うん。まあ、結構今だと、インフラ、っていうと、まあ、こっちのクラウドの方のエンジニアというようなものとなんかイコールになっているような気もしないでもないけど、まあ、それぞれの考え方とかかなとか思うんで、まあ、いいんですけど、うん。だから結構、そうですね、クラウドをエンジニアだと結構その単価はそこそこ高
かったと思うんですけど、徐々に多分そんなに専門的ではなくなってきてるような気もするので、いろんな人がねできるようになってきてるんで、うん、なんか数年前までは例えば AWS できるって言ったらすっごいっていうか結構ね単価とか高かったような印象あったんですけど、最近はでもそこまでってわけではないような気もしてますね。で、多分今からそのインフラ系をやるっていう人だと、割とこっちのところクラウドエンジニアの方に寄っていくような気はしていますね。うん、やっぱりいろんなところでその脱オンプレって言って、まあその自社でね、データセンター構えずに、まあみんなね、クラウドの方にシステムみんな移行してっていうのでやってたりするんで、うん。おのずとその、さっきの物理層ですよね。その、ストレージとか、サーバー設置とかそういうのって、関わらずに、その抽象化されたクラウドのレイヤーで、レイヤーから仕事することになるんで、うん。そうですね。なので、そういうことをすることになってきますよね。うん。まあ、そういう感じですね。まあ、クラウドの専門的な方々と。そういう感じですね。はい。次ですね。DevOps エンジニア。はい。これ例えばその CI/CD とか、あとインフラストラクチャーアズコードとか、うん、とかの技術を使って、なんていうのかな、プロジェクトを円滑に進めるのを推進するようなお仕事、ということですね。うん、そういう意味だと結構まあなんかどこがどうね線引きっていうの難しいですけど、まあどっちかというとそのある程度その最新版のインフラエンジニアというか、インフラエンジニアかつプロマネの技術版みたいな、なんかそういうような感じのお仕事かなって思いますね。うん、ただこういうのを推進していくことで、なんていうかな、プロジェクトをね、プロジェクトだったり運用っていうのを、運用開発を効率的に進めることができるその技術選定だったりだとか、うん、まあそういうところからまずそのものを見ていくみたいなお仕事かなっていうふうに思ってますね。うん、多分結構その、うん、なかなか初心者がいきなりなるっていうのはなかなか難しいところかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、結構熟練者ポジみたいな感じかなと思いますね。はいはいはい、ということで7種類ですね。一応説明させていただきました。まあ、あれですね、その、僕もとりあえずこうやって分別というかね、分け、ちょっと、こんぐらいかなと思って見てみたけど、まあ、いろんな人によってね、それぞれの定義というか、あると思うんで、あると思うし、まあ、これ以外にもいろいろ出てくるかなと思うんですけど、まあ、まあ別に、これ作って言うのなんなんですけど、これ分別してなんか意味あんのかと、いうのをね、思うんですけど、うん。どうなんですかね。あんま意味はないような気もしますね。ただ、なんだろうな。まあ、何かそのエンジニアってそのいろんな技術があって、まあフルスタック的にねいろんなことができる人もまあ世の中いますね。すごいスペシャルな方っていうのは。だけどいくらいろんなことができても、その例えばプロジェクトだったり仕事を
する上で全てこれいろんなことを任されるってわけではないことが多いですよね。いろいろ万能タイプフルスタックな人でも例えばプロジェクトに入ったらここの担当っていう立て付けとかになったりしてそれぞれに担当がいたりするわけですよね。うん、まあ、だから何て言うのかな、まあそのどの担当をしたいか、うん、っていうまあ何かのそのヒントを見てもねなればいいのかなっていうふうに思いますね。うん、はい、まあそういう感じですね。はい、というので、今日は終わりにしたいと思います。ちょっと最後ぐだっちゃったけど、まあ別にね、いいっすね。はい、じゃあご視聴ありがとうございます。また見てください。バイバイ。